上原スペースを使おうというその意図。川端飛び出していく、いくら慌てた、アダウト奪った、川端冷静にパス流し込んだ、逆転、川端今日2点目。ジュビロの前線からの守備連動しました。前半からね何度かあの形狙ってたと思うんですけど、やっと身になりましたね。ジュビロのこの前線からの守備がリーグ最少失点28、そこに貢献しているんだという話はしたんですが、得点にも貢献、このスプリント見事でしたね。ここはアダユトンよく狙ってましたね、パスも冷静。上原がこのパスには絡んでました。Fマリノスとしてはどうしたかったですか。